どこだ TBK。 ついに見つけたぞ、トラフィックプロフェッサー K。 ついに姿を現したか、ウスマン。今日こそ決着をつけてやるでいい。何で決着をつけようというのだ、ウスマン。これで勝負でいい。それはドローンじゃなく、ウスマン。俺ドローン操作したことないんだ。なんでドローンを投稿したことがないだって。わかった、じゃあトラフィックプロセッサー系にこのドローンの扱い方教えてやるでい。まともところはやってやんでい。それでは今回扱うのがこちらですね、はい、はい、よいしょ、DJI とここにね真ん中に書いてる、この製品 DJI 社から出ている Mavic 3というね、このドローンを使ってやっていきたいと思います、はい、うん、でまずそもそもドローンがどういう動きをするのか、ね、シンプルな動きの説明をしたいと思います、はいはい、まず上昇、うん、下降、高さを変えます、うん、ね、次こう回転、うんうん、向きを右に左にこう向きを変えます、うん、はい、旋回しますね。でその後前進、うん、後退、うん、はい、でラスト前後、 そう前後の動きで、ラストが左右に左右右左動きます。ざっくり言うと4つありますね、はい、じゃあ今言った動きをこのレバーで、順番通りにいくと、左手のレバーを前後に動かすと機体が上昇で、手前に引くと下降で、次にこのレバーを左右に動かすとこれが左に旋回する、で右に旋回するという動きになるわけですね。右手のレバーを前に倒すと前進する、うん、後ろに引くと後退するですね、うんうんうん、で右に倒すと右方向へ移動する、左に倒すとそのまま左方向に動くという動きになるだけですね。なるほど、実際ちょっと飛ばしてみよう。実際飛ばしてみましょう、うんうん、じゃあまずこの機体とこちらと両方電源を入れたいんですけど、2回押してほしいんですよ。でその2回目で長押し、で1回目は長押しじゃない、1回目は長押ししても入らないです、うん、電源の入れ方はみんな一緒？これは各メーカーによって違うと思います、うん、DJI に関しては2回押しましょう、うん、2回目の押したところで長押ししましょう、うん、そうですよね、ポンポーンって感じ。そうです、うんうん、そうそう。そしたら電源を入れていきましょうか、はい、じゃあ私こっち入れますんで、うん、TPK こっちお願いします。あ、はい、ちなみに電源ボタンここになりますんで、うん、はい、じゃあ2回目でね、ポンポーン、2回目で、1回目はポン、2回目で長押し、あ、反応した、はい、だいぶ長押し、これで OK ですね、うん、はい、じゃあ私の方も入れますので、じゃあ置いていただいて、はい、はい、ポンポーンと、おー、はい、これで OK ですね、うん、はい、じゃあ飛ばしたいと思いますので、はい、ちょっと離れましょうか、はい、はい、そしたらね、じゃあ早速飛ばしていきたいんですけど、うん、いや、さっき電源入れてくれたんですけど、うん、まだプロペラ、ブレードが回っていない状態なんですよ、はい、車で言ったらね、エンジンかけてないよっていう感じ。電源は入れてるのに、はい、うん、それね、プロペラを回した上で飛ばさなきゃいけないんですけど、うん、それをこのレバー2つを使ってちょっと待って、上昇したらプロペラ回るんじゃないの？上昇したら、上昇させる瞬間、じゃあ左手のレバー上に上げたらもうプロペラ回って上に上がるんじゃないの、ドローンって。もう一回言ってもらっていいですか？え、うん、左のレバーを上に上げたら上昇するんでしょ、うん、あ、はいはい、じゃあ上昇するためにプロペラ回るんでしょ、うん、左側のレバー上に上げたらもうプロペラ回って上に上がるんじゃないの？やりましょう、うん、いきますよ、うん、ほっ、 なんでだから、うん、回ってないからまだ。あ、そういうこと。そう、うん、まず回したいんですよ。あ、そうそうそう、まず回す。いきなりだって、わかる、先生教えてください、どうやって先回すの？もう答えいきます、うん、OKOKOK、うん、このレバーを、うん、
あのね、カタカナでいうこのハの字。ハの字？あるいは内側でもいいんですけど。ハの字じゃないやん。じゃあ、どっちでもいい。内股でもいいし、外も、うん、ガニ股でもいいし。あ、なるほど。いきますよ。これ同時に。せーの、ぽい。お、すげえ。というレバーの操作で、うん、プロペラ動かすし、止めれるし。なるほど。はい、ここからじゃあまず上昇してあげましょうかっていう作業なんですね、うんうんうん、なるほど。じゃあゆっくりレバー上げていきますよ、うん、そうするとドローンも、はい、ゆっくりブレードの回転数が増えて今高度を上げたわけですね。あ、え、一気に上げると、一気に上げると危ないですよ。いきますよ。えい、あ、怖い、急上昇だ。あ、怖い。だからゆっくりレバーは優しく扱うようにしていくのをまず基本としてはやりましょう。なるほど。じゃあ上下とか、はい、旋回とか、うん、スライド系も全部レバーの押す強さで変わってくる速度が。そうです。あ、なるほど。いきなりビターンってするともちろん、うんうん、ドローンもビヤーンと動きますので。あ、なるほど。原付のスロットル一気に回すと一気に発進すると同じということですね、皆さん。はい、うん、なるほど、ね、バイクも車も同様です。うん、自転車のペダル漕ぐ量も。あ、もう分かりました先生、次行ってください。 OK です、うん、じゃあ今上昇加工したんで次左手のレバーを次左右に動かしますよ、うん、まず右に動かすとドローンがこう右に向きに展開していくわけですね。はい、今いい景色映ってるところから今度私たち2人がこう見えてくるわけですね、うん、なるほどなるほど、はい、回ってるわけだ。左手のレバーで左右に回すわけだ。うん、じゃあ今度左手のレバーを動かすと、うんうんうん、左に倒せますけど、こう旋回するわけですね。常に僕たちの意識がドローンの上に乗っかってないとダメなわけだ。そうです。コックピットに乗ってるぜみたいな。なるほどね。私聞いたことあるんですけど、はい、あのカーナビの画面を自分主体で地図を動かす人はドローン向いてないって聞いたことがある。はあはあはあ、うん、地図は固定で、うん、車が東西南北に向かって走っていく、うん、例えば画面の下に向かって、車が動いている。そしたら自分は南に向いている、はいはいはい、そのカーナビ設定で、見る練習をしておかないとドローンは不向きって聞いたことあるんですけど、そんな感じでいいですか。そんなこと聞いたことは僕ないんですけど、うん、じゃあ僕向いてます。向いてる、うん、僕も向いてる。僕それで運転できますか。僕もそれでカーナビ設定してるんで。だドローンで、ちょっとこういった動き、不慣れだなと感じる人はまずカーナビの設定を、地図は固定で車が動く方に設定した方がいいかもしれないということね、はいはい、じゃあ今左のレバーの操作をしたので今度は右手側ですね、うん、じゃあこれをまず前に倒しますよ、うん、そうするとドローンはあの向きのまま前進していくわけですね、うん、はい、で今レバー離しました。パッと止まってくれます、うん、じゃあ今度後ろに倒します。じゃあこのまま交代をすると、こういうわけですね。ああ、レバー離すとそこでキープされるのがドローンのいいところなのね。そうだから、あのラジコン飛行機を昔扱ったことのある大人の人たち、うん、あの操作でもだいぶ楽なんですよね。ああ、慣性力でどんどんいかないわけだ。いかないです、うん、はい、まあ、そういう設定なので今は。あ、そういう設定だ、はい、じゃあ設定切ったら慣性力でいっちゃうわけだ。いっちゃう、こういうのもあります。はい、じゃあ残り最後右手のレバーを右側に倒すと、うん、このまま右に動いていく、うんうんうん、で離せば止まる、うん、で今度左に倒すと、うん、このまま左に帰ってきますよ、うん、と。この4つの動かし方で、なるほど、ね、上昇加工、旋回、前後左右の動き、うんうんうん、できるわけです。これもう降りるときはレバーを下にやって降ろせばいい感じ。そうです。でこのドローンも賢いので、じゃあ、うん、左手のレバーを下に下げていくとこう高度が下がりますよね。降りるわけね。でこのドローンは、うん、ずっと下に倒してるんですけど、うん、地面を認識して今止まってくれてるんですよね。え、レバー下げてるのに。そう、ほんでこのままにすると、うん、はい、勝手に最後はね着地をしてくれるんですよ。勝手に今グーッと高度下がってきて、うん、あ、地面ここだな、ここにあるんだな、あと何センチぐらいだなっていうのを認識して、はい、じゃあスー、レバーは下ろしてる感じ。下ろしたままずっと下に下げたまま直前で一時停止するわけ、ドローンは。そうです。その時もずっと倒したまま、あ、で、あとは自然に降りていく。そうです。だからすごい簡単なんですよ。自動ドアで開くの一遍待つ人間みたいに待つわけや自動ドアでこう一回止まっていくみたいにするわけだ。そのまま行ったら自動ドアぶつかるから。そうですね、うん、ドアが開くのを待ってよし行こうみたいな、うんうんうん、
地面を認識して、あ、着地しよう。そんな感じで一旦ふっふっと降りるわけだ。ふっふって降りるわけだ。え、もう一回ですか。ふっふっと降りるわけだ。そういうことですね。はい、そしたらじゃあ、うん、TPK も実際このドローンを操縦していただこうかなと思いますよ。説明聞いたんでね、わかりました。お願いします。はい。はい、いや緊張するなこれ。今もうお互い電源は入ってるので、うんうんうん、じゃあ、あのブレードを回すとこからいきましょうか。ブレードを回す、ああ、こっちじゃなくてね、ブレードをね。ハの字、わかりました。行きます。せーの、ほい。ほっ。OK です。おー、上昇するよ。行きましょう。すま。ゆっくりですよ。左手でね。優しい。あ、センスあるわ、俺。あるかもしれないですね、でもね。で、はい、今向こう向いてるから、ちょっと右回りで旋回させますよ。はい、ああで、ちょっと加工してみますよ。自分映そう、はいはい、自分映そう。あ、自分が映ったこれ。あ、映ってますね、これね。これね、リアルに今日初めてやし。本当ですか。うん。いや、じゃあまずね、この左手のレバーだけをね、個人的には操作した方が、マスターした方がいいと思う。はいはい。で、このカメラを左に向けたいと僕は思うんやけど、はい、これね、レバー左にやったら逆向くんだよね、これね。そうですね。意識は向こうにいないといけないから。はい、うん、だからあっち向けたいからレバーは右だ。あ、これが要はカーナビでいう東西南北の向き自分が分かってんとあかんでっていうことね。そう、うん、その通りですよ。お、上昇に下降に、あ、上昇下降に旋回右旋回左。 OKOK、行きましょう、クスマ。はい、OK です。スライドさせてみますよ。行きましょう、今度右のレバーですね。右のレバーで、右にスライド、左にスライド。はい。おー、早いな。で、離すと止まるね。そうです。これ優しくやるとスローペースね。うん、優しく、優しく、優しくね。ってことはこれ、はい、右にスライドさせながら、右回りの旋回もいけるわけだ。あ、もうそんなことやっちゃう。あ、なんかこっち来た、こっち来た。ちょっとバックさせたいから、右手のスライドで後ろ、こうだこうだ。オッケーオッケー。で、旋回させて自分と同じ向きにしてみよう。左側にレバーやって、左のレバーを左に、はい、右のレバーを左にやるとスライド。そう、うん、右のレバーを、あ、ちょっと風でちょっと持っていかれる。持っていかれました、うん、軽く持っていかれた感じがする。気のせい。まあ、そんなに今風はね、そこまで強くないんで、うん、まあ、ちょっと吹いたとしても、うん、ドローンは今現状の位置をもうちゃんと把握してるので、うん、ここでとどまろうっていうね、うん、考えを持ってくれるんですよ。あ、なるほどね。じゃあ軽くは動くんやけれども、そこでキープしてくれる。そうです。ああ、なるほどなるほど。うん、じゃ例えばこれをちょっと反時計回りで我々に向けます、はい、多分これ一般的に初心者の方、まあ私もなんやけど、このドローンを僕らから見たら左に持っていこうと思って、はいはい、こっちね、うっかりレバーを左に倒すと、右手のレバーを左に倒すとね、そう、あっちに行きたいんだけど、うん、逆に行っちゃう。逆に行っちゃう、うん、そういうことです。で、意識としてはこうなので、レバー、右手のレバーを右にやるとこんな感じだ。そうです。左にやるとこんな感じだ。あー、わかったわかった。だからドローンが常に今前をどっちなのか、うん、どっちに向いてるのかを認識する必要がありますよね、うん、今のところ私は今めちゃくちゃ左脳を使ってやってます。左脳、うん、考えてるってことか。そうそうそう、あ、こっちに動かしたいからこうだなっていうふうに言葉で置き換えてやってるんだけど、はい、うん、ちょっと待ってや、右に動かしてみよう。こうだ。あ、今左脳を動かしました。左脳を動かしてる。左脳から右脳に伝達してる、うん、だこれを瞬時に手を動かしてイメージ通りに、ドローンを動かす。ああ、これ前に動か、今俺前に動かしたかったんやけど。前に、うん、前に動かしたかったんやけど、はいはい、左手のレバーを前にやっちゃったから上に上がっちゃって、うん、だからこれを本当にあの反復して体に覚え込ませないといけないから時間がいりますね、これはね。うんうん、ちょっと待ってや。よっしゃ、旋回させます。はい、時計回りで。左手のレバーを右に倒すと時計回りで旋回。じゃあちょっとずつ前進しますよ。どうぞ。ちょっと待って、右手のレバーでちょっとずつ前進しながら、
左に向けますので、左のレバーを左に。お、斜めに行きましたね。こういう感じね。ちょっと半時計回りで一周回りますよ。お、いいですよ。左手のレバーで左に向き変えながら、右手のレバーで前進。あ、緩やかにやるってこういうことか。今綺麗に動いてますよね。今綺麗に動いてるね。さっきでこれ時計回りで回していこう。ちょっと上昇させよう。で時計回りで前進前進。あーし、オッケー。ちょっと風がきつくなってますね今ね。風がきつくなってきた。はい、ああなるほどなるほど。よし、基地へ戻ります。基地どうぞ。左へスライド、右手で前進、右手でスライド、右手で前進、右手で左へスライド、左手で加工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 、ずっとレバーを下に押し倒すと自動ドアの手前で止まる要領で、あ、もうちょっとレバーを下に強くやらんとかのか。イエーイ、こうやって初めての人でも、うんうん、あれぐらい正確にね、うん、丁寧な操作できたらもう全然バッチリ浮かせるわけですよ、うん、で個人的に思ったのは、はい、この指の動きをめっちゃ丁寧に動かす訓練をしないといけないっていうのがね、うん、めっちゃ分かった、うんうん、ここですよ。こことかいるなんですか、ね、ここはね、このでね、右手の親指がねブルブルブルってなるの。ブルブルって、あ、なりました。あの時計回りでドローンを動かそうとした時に右手がもうブルブルブルってなる。力む、できるだけリラックス、うん、力むで最後うまいこと個人的に回れたなって時はね、やっぱりリラックスを意識して、はいはい、柔らかく柔らかく、うん、力むなって言われても難しいけれども、でもそれを力まないっていうのをめちゃめちゃ意識しないといけないね、うん、まあ楽しくできたら多分緊張はね、うん、しないかもしれないですね、うんうん、でもこれ1時間も走り続けたら、いや飛ばし続けたら、うん、相当ね思い通りに自分の右脳の電波がそのままドローンに直結するようなね、1時間じゃ無理かな、うん、でも練習すればなるような気がする。ちょっと右脳とかよくわかんないですけど、うん、まあ練習すればできるってことですね、うん、練習すればできる、うん、練習すればできる。で最初は考えながら、もちろんね誰しも絶対100人いたら100人、1000人いたら1000人が考えてやらないと絶対無理、うん、ということは上下であったり左右のスライド、この基本操作をマスターすればどこもかしこもいけるんじゃねって TPK 的には思ったんですけど、クスムは。だからもうね、俺はもう絶対大丈夫。じゃあということで、ちょっとどこ行くの TPK。 操作はまだやることはいろいろあると思うんですけどね。ちょっと待って、クスム戻ってきたよ。やっぱり俺戻ってきたんだよ。他にももっと操作方法があるから教えてほしいんだよ。なんてこった。トゥビーコンティニューデイ。月の輪ドローンスクールはただいま受講生を募集中です。オンライン学科講習を TPK が、実技講習はクスムワンやスギダイン、教習人間バカイバーが担当しています。詳しくは月の輪自動車教習所のホームページをご覧ください。